はい、皆さんこんにちは、ほだです。はい、今回はですね、僕のサロンのような完全会員制のサイトの作り方について動画でご紹介したいと思います。はい。で、まあ、どういうサイトかと言いますと、まあ、まさに僕が皆さんが使っている僕のサロンのようにですね、パスワードとユーザーのログイン情報がないと、中身を見ることができないというパターンのサイトになります。で、今回はその完全にサイトに鍵をかけて、ログイン情報を知っている人だけは中身を全部見れるというタイプのサイトになります。はい。まあ、僕のサロンがまさにその例なんですけども、まあ、あと他にですね、まあ、僕はこういう、まあ、カジャビっていうツールがあるんですけども、それの日本語マニュアルみたいなサイトも作っています。で、これもワードプレスで作っているんですが、まあ、これもですね、もうログイン情報を知っている人だけが、この中身のガイドを見ることができるというサービスだったりします。で、まあ、今回こういうサイトをですね、結構簡単にワードプレスでも作ることができるので、その方法を動画でご紹介したいと思います。はい。でまず必要なものですね。まあ、そういうサイトを作るのに何がまず必要かと言いますと、まあ、具体的にこのあたりのプラグインが必要かなと思います。で、今回基本的に全て無料のプラグインを使う、まあ、基本的というか今回無料のプラグインだけをご紹介してますので、まあ、追加の費用なしでも今ご自身が持っているウェブサイトをその完全会員制というか、プライベートサイトっていうんですけども、そういうサイトにすることができます。はい。で、まず上から見ていきますと、まずワードプレスのサイト。はい。まあ、こちら、今回ワードプレスで作成しますので、それが必要になります。で、次にテーマということで、基本的にどれでも大丈夫です。今回はですね、まあ、鍵をかける機能といいますか、そういうメンバー、ユーザーに関する機能に関しましては、すべてプラグインで行いますので、基本的にテーマはどれでも大丈夫です。はい。ただ、まあ、テーマと、まあ、よくそのプラグインとテーマが相性が悪いときっていうのがたまにありますので、もしかしたら、特に国内の日本製のテーマとかですとちょっと不具合が生じたりすると思いますが、基本的に海外のテーマを使う場合は大丈夫です。で、海外のテーマですと、もともとそのユーザー管理の機能がついていたりしますので、まあ、この一番下のこのプラグインとか必要、不要になってくるので、まあそれはそれで便利かなと思います。はい。で、プラグインですね。プラグイン今回ですね、まあ、いくつか上げてみました。で、この、まあ、5個があれば最低限できるかなというところになります。もちろん後ほど詳しくご紹介していきますが、簡単に上からご紹介しますと、まずブレンダというプラグインになります。で、これは何かというと、ワードプレスのログインページをカスタマイズしてくれるプラグインになります。これですね、ブレンダという、これも無料であるんですけどもプラグインになります。で、これを使うと、まあ、今これワードプレスのログインページ、皆さんワードプレス使ったことあると思うんですけど、ワードプレスのロゴがあって、パスワード、ユーザー名のフィールドがあると思うんですけども、まあそれでもいいんですけど、まあ、さすがにちょっとダサかったりしますので、このブレンダーを使うことで、まあ、こういった形でちょっとワードプレス感を出さないようなブランド化ですかね、皆さんのブランドを出してもらうような形で作ることができるので、こちらご紹介しております。はい。で、次にこのプラグイン、マイプライベートサイトということで、これがまさにそのサイト全体に鍵をかけるプラグインになりますので、こちらの使い方もご紹介したいと思います。はい。で、次にこれ、ディセーブルライトクリックフォーワードプレスということで、これも名前の通りですね、右クリックを無効にしてくれるプラグインになります。で、まあ、もちろん鍵をかけるというか、もう会員限定のサイトにしているということで、もちろん中身の情報をできる限り漏らしたくないと思います。なので、これを使うと、もう皆さん、まあ、自分はできるんですけども、普通の会員さんは右クリックができなくなります。で、あとはそのテキストを選択してコントロール C とかでコピーするということもできなくなりますので、まあ、こういうサイトを運営するには必要なプラグインかなと思います。はい。そして4つ目のプラグインがこの WordPress ユーザーマネージャーというプラグインになります。で、これは名前の通りですけど、まあ、ユーザーを管理するというプラグインになります。で、実際にこのプラグイン何に必要かと言いますと、例えば今こちら実際これから見ていただく会員制のサイト、まあ、すごい適当なものですけども、WordPress のサイトになります。で、このプラグインを使うことによって、このウィジェットの中にこういった形でユーザーさんの、まあ、簡単な情報を表示する場所を作ることができます。まあ、これも、ウィジェットですね。ウィジェットで追加してるんですけども、まあ、例えばユーザーさんがログアウトしたい場合、例えば他のパソコンでログインしていって、まあ、ログアウトした場合、こちらをクリックするとすぐにログアウトすることができるようになります。あと、エディットアカウントをクリックすると、まあ、こういった形で、まあ、ユーザーさんが自分のパスワードを変更したりとかすることができる機能をつけることができます。はい。あとですね、今この僕管理者でログインをしているので、もちろんこの管理者バー、アドミンバーというんですけど、この上のバーが見えるんですけども、実際にこのプラグインを使っておくと、そのユーザーさんがログインしたときはこういった形でバーを隠すことができます。今これユーザーのサイトでテストアカウントでログインしてるんですけども、まあ、こういった形でアドミンバーを消すことができるので、まあ、ユーザーさんがですね、こういうダッシュボードに入ってしまったりというのを防ぐことができます。それを可能にするのがこちらのプラグインになります。
はい、そしてこちらのプラグインに関しましては、まあ、テーマにそのユーザー管理機能があれば不要ですということで、これは必ずしもあの必要なプラグインではありません。はい、それではサイトをですね、一つずつ作っていきたいと思います。で、まず、これですね、まずプラグインを、先ほどご紹介したこの今、すべてのプラグインをインストールしました。はい。でももちろん、今、インストールしただけでは何も変わらないので、一つ一つ進めていきたいと思います。で、まずそうですね、まず行っていただくのがいいのが、まずブレンダーですかね。このブレンダーを使って、ログインページを作っていきたいと思います。でちなみにですが、今サイトのログインページどうなっているかと言いますと、今このシークレットモードで開いているので、こっちはログアウトをしている状態のサイトになります。はい。で、まあ皆さんご存知の通り、まあログインページ行きますと、まだデフォルトのこれが表示されています。で、まあ会員さんに情報、ログイン情報を発行して、ここからログインしてくださいということで、おそらく、まあ、このリンクを渡すと思うんですけども、でここがまあ、ワードプレスサイトだと本当に大丈夫かみたいな形になりますので、やはりここはまあブランド化というか、皆さんのロゴを表示したりとかした方がいいかなと思います。はい。でブレンダーのまず使い方をご紹介したいと思います。でインストールしますと、この左側にブレンダーというものが出てきますので、こちらをクリックします。で、はい、ブレンダーはですね、まあ、自分のサイトをカスタマイズ、いろいろとカスタマイズできるサイトに、プラグインになります。でカスタマイズというのは、まあ、そのデザイン的な話で、まあ、いろんなページをカスタマイズできるんですけども、今回そのちょっとログインページだけに関してご紹介したいと思います。でこのフロントエンドに行っていただきまして、このログインスクリーンというのをクリックします。でここのアクティベートをクリックします。でそうしますと、こういった形でまずテンプレートから選ぶことができます。で僕今回この、まあ、簡単なテンプレート、これを使っているんですけども、まあ、いろんなタイプがあるので、まあ、皆さんの希望のを選んでいただければと思います。でもちろんフロムスクラッチということで、まあ、テンプレートに頼らずに自分の一から自分の希望で作ることも可能です。まあ、ただですね、まあ、自分の希望にもちろん合わせるんですけども、できればまずこのテンプレートを選んで、そこからカスタマイズするのが、まあ、ショートカットというか時短かなと思います。で例えばちょっとこういうのを選んでみて、コンティニューをクリックします。はい。で一旦もこの状態でセーブしてみたいと思います。はい。で今セーブをしました。でこちらですね、今ログインページだったんですけども、こちらをクリックすると、まあ、こういった形で、まあ、ちょっとおしゃれな感じになります。まあ、真ん中にまだロゴはあるんですけども、ちょっと画像が入って、ちょっとこの辺りもちょっとシュッとしたかなという形になります。はい。で、まあ、ここからですね、まあ、一つ一つ細かい部分を修正していきたいと思います。でそしたらですね、次にまあ実際にプライベートサイトの設定を行っていきたいと思います。で先ほどのこのマイプライベートサイトというのを有効にしていただくと、この左側にオプションが出てきます。で、まあ、いくつかいろいろ設定することができるんですけども、基本的に行っていただくのは、ここですね、このサイトプライバシーというタブがありますので、こちらに行っていただいて、このこれを有効にするというボタンがあるので、こちらをクリックします。はい。そうしますと、このサイト is private ということで、今例えば今これ有効にしてみました。で実際にですね、今こちらログアウトしている状態ですね。今まだ何もログインしない状態ですけども、こちらこれ有効した後にこちらクリックしてみますと、ログインするように求められます。はい、来ました。はい。そしたら次にユーザーさんを追加する方法をご紹介したいと思います。で、まあ、皆さん何かしらの方法でそのユーザーさんのリストをゲットというか、新しいどんどん追加するユーザーさんを獲得していくと思います。でその方にログイン情報を付与する方法ですね、それをご紹介したいと思います。でこれはWordPressのデフォルトのユーザーの機能を使うことで可能です。まずこのユーザーの中のこのユーザー一覧をクリックすると、ここにサイトに登録されているユーザーのリストが表示されます。で、まあ、管理者、自分は必ず存在していると思いますが、もし他に追加する場合はこのユーザーの新規追加をクリックします。はい。そうしますと、まあ、デフォルトではこういった形になります。で最低限ユーザー名とメールが必要になりますので、ここを埋めていただきます。はい。そうしますと、まずユーザー名とメールを入れました。今メールすごい適当なものを入れてますが、実際はそのユーザーさんのメールアドレスを入れていくのがいいかなと思います。はい。で他の部分はそのままにしておいて、あとパスワードですかね、パスワードもランダムで作ることができるので、まあ、できればこのワードプレスで生成されたこの強いパスワードをシェアしてあげると、まあ、セキュリティ的にもいいかなと思います。はい。でこのページを過ぎてしまうと、もう管理者でもそのパスワード記憶はされないので、まあ、必要であれば保存しておくなりしておく必要があります。はい。でこのチェックボックスですね、まあ、こちらどちらでもいいんですけども、今例えばこの状態で僕がこのユーザーさんを作成するとします。そうしますと、このメール宛てにワードプレスからですね、ユーザーが作成されましたという情報が飛びます。で、まあ、個人的にはこれ
いらないかなと思います。直接管理者の人がその人に伝えればいいので、まあ、僕はこれは外した状態でいつもユーザーを作っていますになりました。はい、そうしましたら次にユーザー管理向けのプラグインの紹介をしたいと思います。で、今回使うのはこの、ワードプレスユーザーマネージャーというプラグインになります。ちょっと名前が似ているものが多いので、またリンクを貼っておきますので、そちらの、これと同じプラグインをインストールするようにしてください。で、これをインストールすると何ができるかというと、まあ、簡単に言いますと、ここですね、このユーザーさん の今サイドバーとかにこういうの表示することができます。で、ユーザーさんはまあエディットアカウントということで、まあ、ご自身の例えばパスワード変更したりとかすることができます。で、もしまあ他のパソコンでログインしているときとかは、まあ、もちろんログアウトの必要があるので、こちらクリックしていただくと、もうユーザーさんはログアウトができるという形になります。で、このプラグイン自体は英語になっているので、また僕のサロンの中で紹介している方法で日本語にしていただければなと思います。まあ、基本的にまあこ の文言ですかね、ここをまあ日本語にすれば基本的には普通に使えるプラグインだと思います。はい。で、使い方ですが、まずこちらをインストールして有効化していただきます。で、次にですね、まあ、これを有効化すると新しいウィジェットが登録されます。で、基本的にウィジェット、こういったものがデフォルトであるんですけども、今のプラグインをインストールすることによって、まあ、こういった形で、この、WPUM は WordPress ユーザーマネージャーの略なんですけども、それのフォームというのが出てきます。で、先ほど、このユーザー側ですかね、ユーザー側の画面で使っていたここの部分が、これですか、このログインフォームというものになります。で、例えばここをまあマイアカウント、カウントとしておくと、先ほどのところにマイアカウントが表示されるという形になります。で、まあ、場所はどこでも大丈夫です。もちろんテーマによってサイドバーがなかったりしますので、まあ、そういう時はフッターに入れておくと、例えば今これフッターに入れます。これですね。これ今フッターウィジェット1に入れます。で、そうしますと、今これ右側にあったものなんですけども、それがフッターに移動すると。いう形になります。で、まあ、ユーザーさんが、まあ、ログアウトした場合はこちらクリックするとログアウトができるという形になります。で、ここで選択した、ユーザーの役割の人にはアドミンバーが表示されないという形になりますので、このアドミニストレーター以外のユーザーをチェックしておきます。まあ、厳密にはこのサブスクライバーだけチェックしておけばいいですが、一応念のため、まあ、他の人にも表示されない方がいいと思いますので、このようにして全員にアドミン以外ですね、アドミン以外のユーザーを選択してセーブをクリックします。はい、そうしますと、今ユーザーさんこのアドミンバー表示されてるんですけども、このページを更新しますと、このアドミンバーを隠すことができるという形になります。まあ、ここをすることによって、まあ、ユーザーさんが勝手にダッシュボードに入ったりとか変なページに飛んだりとかせずに、もうあくまでもこのフロントページ、このサイトの中だけを見てくれるという形になります。